確か君たちの間には、聖天の霹靂という言葉があったか。私からすれば、今がそのような感覚だ。君もフォンテーノのあの民謡を聞いたことがあるのかはぁ。一体誰から聞き、誰が広めている。いや、何でもない。水流が泣くことはないと思うがな。彼はただ。 大地の心に集う涙とすべての感情に触れ、心を動かされただけだ。かつて気球の事態に備えるためにも、偽のガラス玉を身につけるようアドバイスされたことがある。正直、その提案は少々不愉快に感じた。自身の力を行使するのに、偽りの仮面で取り繕うなど。だが、 神の目を持つ者との長い付き合いで、彼らの活動と意志が貴重なものであると、私も理解した。何最古の七身でさえ、偽のガラス玉をつけて属性を歩んでいる者たちがいると。ふっ、ふふふふいや、失礼。少々取り乱した。あまりにも滑稽だったものでな。 あれらは限界と同じ直径であるゆえ、進化に長けている。かつて、竜の間には、このような風習があった。我らは養成した輩からの血をすすった。月と星の運行が長汐を乱すとき、我ら水族の体内にある水は上へと上り、成去した俗人の復活を知る。 リオセスリ殿は確かに信頼に足る男だ。そして彼の肩書きと名誉はいずれも私が与えたものになる。彼の話術と出世の策に私がまんまとハマったと思っているのではないか。だが稲妻には言わぬが花ということわざがある。その卓越した実力によって、 クロリンデは現在いる血統代理人の中で頂点に立つ存在となった。彼女はファントムハンターの後継者であり、彼女がいることで、法廷の正義はより確固たるものになる。そして、彼女は見た目よりも、いささか忍術を重んじるタイプだ。あの公演はとても楽しませてもらった。君もそうだろう。あれがリネ君とリネット君が見せるマジックの世界だ。 驚くほど全てがまやかしてはあるが、信じる心を持てば、いかなることも叶ってしまう。シグウィンは息災だろうかもし仮にあの子が虐げられるようなことがあれば、リオセスリ殿を必ず町まで呼び、ことの真相を問い詰めよう。あの子はとてもナイーブで、とても優しい。 この前帰ってきた時には写真を手にしながら、あなたの水だけどまたレビューを聞かせてと言ってくれた。あの子の次の休みまで、あと何日待てばいいのだろうか。このようなことを言うのは忍びないが、あの時、意図せず彼女の怒りを買ってしまったことや、彼女の謝罪を受け入れたこと、それから私が今抱いている罪悪感。 それらすべてが遠くのものであるように感じるのだ。まるで湖の底に沈み、そこから星空を眺めているかのようにな。私はそのようなつもりは毛頭なかったし、埋め合わせの機会がそう滅多に巡ってこないことも重々承知している。感情は水とは異なり、すぐに修復し、落ち着きを取り戻せるものではないからな。 これはうちうちにしか話せず、公にはできない類の考えなのだが、フォンタがこれほどまでに人気を博しているのは、私からするといささか不可解なことなのだ。だが、好きな人がいるのを理解できないわけでもない。水分を補給しながら、糖分を摂取できる上に、値段も手頃だからな。最近、ある劇を見た。 亡くなった夫人がそのカリスマ性と悪意ある災配をもってして、まるで振り払うことができない亡霊のように、自分が去った後の豪邸を今なお覆っている。というものだ。役者は申し分なく、ストーリーも火の打ちどころがない。そして、この世界の現状について考えさせられるものであった。諸事情により、 トンテーヌを離れた回数は指で数えられるほどしかない。それゆえ、私が味わった名水は世界各地のものでありながら、いずれも自ら現地に足を運んで飲んだものではないのだ。だが、それぞれの飲み水が持つ微妙な味の違いは、無論区別できる。んここまで言っても、まだ私を信じないと。私は最高審判官だ。 嘘はつかん。座った時に裾を踏んだり、たまに髪が乱れたり、背もたれに寄りかかると椅子の装飾に頭が引っかかったりなど、しばし困ったことに遭遇する。だが、最高審判官の威厳を保つために、このような身なりをしているのだ。故に、それがもたらす煩わしさにも耐えなければならない。そして、 この世の大半がその通りに通じている。身分を受け入れ、それに耐え、理解し、共存していく。私はまさにそうしてきた。雨の日に傘をささないのは、いささかおかしく映るだろうか。少し慣れてきた。君の動きに合わせよう。 君がこうも簡単に危機に陥るとは、どうやら真の力を発揮せねばならないようだ。君の実力がこれほどのものだったとはな、私も本気を出さなければついていけないようだ。七つの体験の一角を選手から取り戻した姿が本来の私だ。この身はすでに完全なる龍であり、 他の神々に審判を下すのに十分な存在となった。私の運命は、皇天に雑す繊維の王を裁くことになる。だがそれまでは、この力を君に貸しておくとしよう。